木梨産婦人科ゆいクリニック島袋文です。今日は赤ちゃんのお出かけについてお話ししたいと思います。これ妊婦クラスで質問があったんですけど、赤ちゃんは生後何ヶ月ぐらいから外出していいですかっていうことで、結論としては生後一般的に、1ヶ月くらいからで、人混みは避けて長時間の外出は避けましょうっていうふうに言われていて、これについてはお母さんの体調も赤ちゃんの体調も含めて、あとは感染症にかかるリスク、赤ちゃんの方はね、病原菌に弱いので、できるだけ赤ちゃんを病気から守りましょうっていうことで、おすすめっていうところなんですね。一般的にはそういうことなんですけど、これ質問されて、一般的にこうですよっていうところをコラムに書いたんですけど、一応私自身の経験としてですね、すごく印象的なのが2人目のお産の時なんですけど、1人目は東京の実家に里帰りして出産して、2人目も上の子がまだ小学校入ってるちょっと前の6歳になる、ちょうどなるかならないかぐらいの時期だったので、上の子を連れて里帰りしたんですね。でも当時30歳だったんですけど、今から言うと、もうちょっとゆっくりしたらっていうふうにツッコミ出たいところなんですけど、バリバリ動けるぞっていう感じで、もう35週ギリギリまでね、仕事入れて35週で里帰りっていうことで東京に上の子と帰って、で35週で1回お産する産院で検診受けた後に36週で破水してお産になったんですね。で、もともと産後2ヶ月実家に滞在するよ、産後1ヶ月滞在する予定だったんですけど、1ヶ月早く生まれてしまって、結局はそのまま予定通りの産後1ヶ月ぐらいで帰る予定の時で帰るということで2ヶ月ぐらい滞在したんですけど、36週早産だったということで、東京に帰ってすぐお産になっちゃったので、上の子と一緒に産休に入っていろいろ遊びに行くぞって思ってたのに、子供と遊びに行けなかった、もうお産になっちゃったっていうことで、でも沖縄に帰る前に子供と一緒にあちこち行きたいなと思っていたっていうところで、もう産後3週間ぐらいからもう次女を連れて長女と一緒にあちこち遊びに行ったんですね。でそれが3週間目ぐらいから出かけ始めたっていうところなんですけど、11月に出産したので、12月の寒い時期にですね、行ったところはサマーランドと、あと井の頭公園、あとあちこち行ったと思うんですけど、印象的なのはこの2つなんですけど、で、サマーランドっていうのは、東京の、ちょっと郊外の方にある、このプールと、それから、あと遊園地が、一緒になった、そういう遊べるところで、私が子供の頃からあって、小さい頃にも遊びに連れてってもらったっていうところなんですけども、冬だったので屋外プールはやってなくって、でそれでこの屋内プールですねだけなんで、とそれとあと遊園地もね、冬でね本当に人がいなかったんですけど、全然いなくって、この屋内プールは温水になってて、自分は一緒に入らなかったんですけど、この屋内プール波が出るんですね。1時間に1回か30分に1回かこうわーっと、ね、波が出るプールって感じで、これがすごい浮き輪とかでこうわーっとこう受けるのが楽しかったっていう思いがあって、子供上の子も連れてあげたいっていうことで行ったんですけど、子供もまだ一人だったんでね、私のおばと一緒に行ったんですけど、おばがちょっと面倒見の手伝ってくれながらっていう感じで、あと遊園地で遊びに行ったりとかっていう風にしました。で、あと井の頭公園、井の頭公園はこの池がすごい有名なんですけど、このボート乗って楽しんだりとかですね。で、それからあとはですね、こっちにちょっと公園マップがあるんですけど、池があって、でその池の道渡って反対側にですね、動物園があったり、ちっちゃいんですけど、あるんですよ。で、本当にちっちゃい、こう、遊園地みたいに、こう、乗り物に乗って遊べるところがあったりとかっていう感じで、で、これも実家から近いので、結構定番のね、私が子供の頃から連れてってもらっていた遊べるところっていう感じで、今この辺りはですね、ジブリ美術館かなとかあったりするっていう風になってますけど、これだいぶ後からできたんですね。で、長女、次女が、今年、
20歳に、先月になってですね、2000年生まれなので2020年で20歳って非常に数えやすいんですけど、で、まあ、20年前の話なんですけど、そんな風にあちこち遊びに連れてったりしました。で、12月の井の頭公園、もう結構寒くてですね、見知らない人にですね、こう赤ん坊抱っこしてる赤ん坊をこう覗き込んでですね、まあこんなちっちゃい子を外に連れ歩いてなんて非難がましく言われたりしてね、すみませんみたいな感じで、もうなんか生後3週間ですとは到底言えないなみたいな感じで、まあちょっと無理しながらも、自分も子供と遊びに遊んで楽しみたいっていうところでね、まあ、次女にはかわいそうなことしたなと思うんですけど、あちこち連れ歩いちゃったっていうところですね。で、まあ、別に幸い次女は何もなく、まあ、何かあったって入らないんですけど、うちの夫にきっととっても怒られたと思うんですけど、何もなかったんですけど、私の方がですね、一回こう熱を出してですね、おっぱいもすごい痛くって、で半日か1日ぐらい寝込んじゃったことがあって、別に出かけすぎたからじゃないって当時思ってたんですけど、まあ、熱出して、しかもタイミング悪いことに夫の両親が赤ちゃんに会いに来てくれた時で、もうなんかこんな時にすいませんみたいな、うちの親からもあんたこんな時に寝込んでなんて言って非難がましく言われて、もうすいませんみたいな感じだったんですけど、まあ、そういうことでですね、まあ、結論としてはですね、赤ちゃんの外出については、まあ、自分の体も赤ちゃんの体も過信しすぎずに無理しないでくださいって、まあ、誰もね、生後3週間の子供連れて井の頭公園に遊びに行く人なんてもういないとは思うんですけど、まあ、そういう風な感じで、で特に人混みではですね、やっぱり、ね、いろんな感染症にかかるリスクが高くなるので、まあ、なるべく人混みは避けてっていうのはセオリーなんですけど、今ねもうなんかいろんなウイルス感染症とか心配だっていうふうに言われてますけど、まあ、おっぱいを飲んでれば赤ちゃんの免疫力はやっぱりすごくこう高まっているっていうのはあるんですけど、お母さんがかかる風邪には赤ちゃんにもかかるんですね。なのでお母さん自身が風邪をひかないようにする。で、まあ、風邪をひかなくてもウイルスはもうあちこちにいっぱいあるし、今除菌だなんだって言われてますけど、菌を除去するよりもやっぱり自分自身が感染症にかからない体づくり、こういったのは大事ですね、感染症に関しては。ただ産後っていうのはやっぱり非常にこうデリケートで、自分が思ってる以上にやっぱり体に負担がかかってたりするので、まあ、過信しないで、こう自分が大丈夫って思いすぎないで、やっぱり大事にする。で産後に体調を崩すっていうことは更年期にも関わってくるし、老年期にも関わってくるしっていうことで、まあ、赤ちゃんの健康も自分自身の健康も大事にするっていうところでは、まあ、外出はそんなに無理しないで控えた方がいいですよっていうところですかね。でも産後ね、いろいろ挨拶回りだとか、親戚に会ったりとかして疲れて熱出しちゃうっていうお母さんもやっぱりいますので、まあ、そういうところで外出もまあ、どうしてもの時だけにした方が本当はいいですよ、まあ、自分自身は遊びに来ましたけどそれは真似しないでくださいっていうところですね。ちなみに3人目4人目は沖縄で出産してて、特にどっか出かけたりとかどっか遊びに行くぞっていうのはそんなになかったかなっていうところなんですけど、まあ、2人目の時はね、まあずっと忙しく働いてて、産休に入ったらいっぱい子供と一緒に遊ぼうっていうふうにこう思っていたっていうところから、まあ、ちょっと無理しちゃったかなっていう感じでした。はい、以上、赤ちゃんの外出についてお話しました。ありがとうございました。